はいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークです、えー、今日は1月16日土曜日民数記の7章42から65ですけども、えー、アラノのまっただなかということでなんかなってますけども、えー、今日42からね65ということで今日はちょっと読みますか画ド族から始まりますはい6日目には画ド族の特徴デウエルの子エルヤサフであったその捧げ物は銀の皿一つその重さは130シュケル 銀の鉢一つ、これは七十シュケルで聖女のシュケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また、こう満たした十シュケルのシュケル、シュケルの銀の秘策を一つ。前書の生贄として、若いお,しお牛一頭、大羊一頭、一歳の大数の子羊一頭。罪のための生贄として、親父一頭、若いの生贄として、大牛二頭。 お羊ごと親父ごと1歳のオスの子羊ごとこれが出植えの子エルヤサフの捧げ物であったということで、えー、昨日と全く同じです。えー、これがですね今のは6日目の画像族次その後七7日目はエフライム族8日目マナサ族9日目ベニア民族ということで今日は65節までの間に、えー、4つの部族のことを繰り返し、えー、全く同じです。えー で,す、ね、であの朝ですね6時にうちの教会のねユースが朝6時に、えー、このねディボーションみんなでこれ読むっていうしてるんですけども今日昨日か昨日もこれあったらしくてでこれえこれ同じえな全部とにかく12回繰り返すってのを見て、えー、そのね一人稲ちゃんって子がね「これちょっと私まとめるわ」っつってちゃんとね12部族全部それね何を支えたかをまとめたらしいんですよ。 このちゃんと表にしてすごいです,よねすごい表にしてでよね表にして表にして最後全部ねやった結果分かったのが何これ全部同じじゃんっていうことですごいですねあのでもちゃんと表にして送ってくれましたけどもあの,武の名前以外は全部一緒ですこう単位も羊とか牛のね頭数も全部同じということでえねそういうものが 延々と続きます昨日明日も続きます。ということですけどもまあなんかちょっとやるねあれですけどもシェケルって単位がある,単位があるよですねシェケル、えーこれね。重さが130シェケルと、えー、70シェケルと。でシェケルっていうのは今でもねイスラエルの単位がシェケルかなシェケルって単位で,でこれはどうも、えー、重さとしては1 0ムから1 7ムぐらいの間の。 重重ささじゃないかとですと、えーそのね、シェケル、えーまあ、銀貨になるのかなユダヤの単位ですね。でそれがもともとね、あのーまあ、どういうなんでシェケルって名前かんだけども大麦この語源がね大麦と似てるらしくてその、ね、シェケルっていうのはもともと大麦一つの、えー、重さを表してたっていう。 言われてますでも俺ねこれはテレビで何か見た時にこシェケルじゃないのかなやっぱ昔のお金の単位として、えー、豆豆1個つまり昔はほらはりなんてないもんですからで同じ大きさをねいっぱいこう探すの大変だから豆1つ、ね、その豆の誤差もあるでしょうけどもでも、えー、豆とか麦とかとにかく1つの重さがもう決まってるものそれで数を数えた 一番古い時ねその名残があってお金も、えー、この場合は大,大麦の名前でシェケルってなってると。で聖書の中のこのね今日のところもそうですけど聖書のシェケルっていうのが出てきて普通のシェケルと聖書のシェケルっていうのがあってもともと創世紀なんか出てくるシェケルっていうのがあったんですけども出エジプトの,あの幕屋を作るところから聖書の中での単位としてのシェケルが設定されてそれは出エジプト記の30章13節なんかにも書いてあるんですけども。 えーまあ、正常用ののシェケルっていうのはでそれが1シェケルが20ゲラとなんか算数みたいな数学になっていますな、ね、でゲラというのは点1ゲラが0 5ムこれもねスチュエジプトに,にあるんですけれどもということは2ゲラだからあ20ゲラだからそうすると、えー、計算するとね、あのー、どうなるかというと2400シェケルぐらいの まあ重さの、えー、銀の皿かな、まあ、ちょっと違ったらあれだけどでも結構24キロって言ったら結構な重さですよ結構な重さの皿とか鉢とかそういった道具を10シケルの金のひしとねそういうものを家内の量の、まあ、金額のものそういったものを各部族が納めていったっていうのがわ、えー、かりますと。えー それ以上に今日話すことはないかなっていうところですけども、今日はですね、<laughs> あ,あ、そう、今日、え、この後ですね、今今日6時来れたんですけども、9時9時にえ今日はね結構ね気合い入ったえーノーウェト解読団チャンネルでこの同じチャンネルで結構ね <laughs> え各対策というかねあの時間短いですけどもかなり時間かけて作った。 対策が、えー、オ,ンオンエアじゃないんだろう配信されますのでぜひそれをお楽しみにしてください。あと明日のメッセージは、えー、このね「<laughs> 民数妃から」のメッセージ明日の教会での礼拝のメッセージも民数妃からです。あと明日、えー、今これから編集しますけども日曜学校の方も、えー、明日は明日はね「えー、吹雪と私」でメッセージしてますのでぜひそれも見てください。ということで今日は宣伝に力を入れてみましたそれではまた。 ご機嫌よう明日だよもうね。ね